今回ご紹介する昭和美人は歌手のアグネス・チャンさん。1955年8月20日生まれ。出身、香港。身長153センチ。血液型、AB 型。1972年代表曲の一つである、ひなげしの花で日本での歌手デビューを果たします。高く澄んだ歌声と愛くるしいルックス、たどたどしくも一生懸命日本語で歌う姿が受け、 一躍人気アイドルとなりました。デビュー曲のひなげしの花の歌い出しは、おっかの上と歌っていますが、おかの上と歌うよう、レコーディングの際にディレクターに指示されます。しかし、何度歌っても結局、おっかの上となるので、このままレコード化され、結果、歌い方にパンチがあると評価されたそうです。日本ではその後も草原の輝き、小さな恋の物語、 星に願いを、ポケットいっぱいの秘密、愛の迷い子、香港におけるサークルゲーム、宇宙のカーネーションなどヒット曲は多く、台湾やアメリカ合衆国などでも音楽活動を行っています。アイドル時代はプロポーションも抜群で、特にグラビア写真で披露した巨乳は、当時としては同じ事務所所属のアグネスラムに引けを取らない衝撃的なものでした。歌手としての活躍のほか 1998年には初代日本ユニセフ協会大使に就任。2016年にはユニセフアジア親善大使にするなど、ボランティアやチャリティーなどを通じた社会奉仕や貧困や平和についての発言でも知られています。2017年著書、スタンフォード大学に3人の息子を合格させた50の教育法が大ヒット。作家としての地位もアジアで高めています。 最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。